さあ、ミア、悪の誇りを舞い掲げよう。正義の名のもとに全ての悪に鉄槌よ。いざ火炎の魂に舞い散れ。私にはやるべきことがある。悪いが早めに終わらせてもらうぞ。やるべきこと、それはまさか妖魔のことですか？お前も妖魔を知っているのか？ええ。ならばこんなことをしている暇はないはずだ。妖魔と戦う前に疲弊してどうする？いや、違うのです。善人と悪人が激しく戦う、そのことに意味があるのです。リョウビちゃん、リョウナちゃん、決着。この戦いに何の意味が？私が求めているのは妖魔だというのに。待つといったところか。